インフレの波が世界中に押し寄せています。多くの国の銀行関係者はインフレが一過性のものではないとの見方を示しており、中国出身の経済専門家もアメリカと中国がそれぞれ通貨を大量に発行しているため、インフレが起きてこれまでに類を見ない複雑な状況になるだろうと分析しています。この1年間でアメリカの中古車価格は24%、 肉類の価格は12%、暖房用油の価格は43%上昇しているほか、ガソリンは1ガロンあたり1ドル以上上昇しています。庶民が徐々にコロナ禍から日常を取り戻しつつある中、買い物や旅行をしようとして初めて各種雑貨からガソリンに至るまで全てのものが値上がりしていることに気づいています。 ボストン大学ビジネススクールのジェイ・ザゴルスキー教授は取材を受けた際に政府の最新データによると物価の値上がり幅が連続5ヶ月で5%を超えているとしてこの状況が今後も続くようであれば物価は倍になるだろうと述べています中国では急激な気温の低下に伴い冬が来る前にエネルギー危機はさらに高まっています10月18日 原料炭先物価格が1トンあたり1829元を超えて過去最高を更新したほか、天然ガスの価格も過去最高となりました。当局は電気料金の値上げ幅を20%緩和しました。北京在住の独立系経済学者京勝利氏は、今回のインフレはアメリカと中国という二大経済大国が 大量の通貨を発行していることに関係していると指摘しています今年の状況は以前よりも複雑でしかも過去にこのような時期はありませんでした例えば米ドルの発行や人民元の発行です人民元の発行は歴史上稀に見るほど大きなものとなっています 人民元は2000年には14兆しかなかったのに、現在の人民元の発行額は年々増加して200兆を超えています。それに加えて、エネルギーや原材料のコストも上昇したことが、全体的な形成にも影響を及ぼし、世界にも波及しています。 人民元の発行量が大きいのは人民元が非流通性の国際通貨で中国製品の生産しか後押しできないからです人民元が商品に姿を変えてその商品が今度は世界に流通している上世界に長期的に流通している製品の3分の1は中国で製造されていますしたがって現在の世界のインフレは人民元と中国製品に関係しています 今日勝利氏はこの種の状況は核融合とも言えると指摘しています。中国に続いてアメリカが6兆ドルを一大インフラ計画に導入して国債の限度額をさらに引き上げたためこれらの通貨が流通したら各国のインフレと産業チェーンに予想外の変化が起きるのではないかと推測しています。NTD ジャパンがお伝えしました。